エトラちゃんは見た。数年前勤めている会社で起きた復讐劇。やっと終わったぜ。もう誰もいねえ。俺も早く帰ろう。その日機械のトラブルと対応に追われようやく部署に戻れたのは皆退社した後だった。今日みたいな状況は仕方ない。俺の今日のメインの仕事は他の誰かに割り振ってあるのだろうと思っていた。なんじゃこりゃ、うわー。ところが俺の机には未処理の仕事が山積みに。まさかの事態に怒りを覚えつつ急ぎの仕事だけ目を通し、その日は帰った。次の日の朝礼で機械トラブルの原因対策と今の現状を報告。そんなわけで今俺が抱えている仕事のうち納期の近いものをいくつか他の方に回してほしいんですが。それはお前の仕事だろう。昨日のうちに納期の早いものぐらい処理しておけよ。部長、そんな無茶言わんといてください。昨日のうちに割り振り変えることぐらいできたでしょ。采配ミスじゃないですか。なんやとお前、俺がミスしたとでも言うんか。昨日の状況は分かってたでしょ。トラブルシュートに行ってこいと言ったのは部長ですよ。いつも臨機応変に対応しろって言ってるのは部長自身じゃないですか。なんで今回は臨機応変に仕事の割り振り変えなかったんですか。お前の能力を試したんじゃ。どうやらまだまだみたいやな。ではこれで朝礼は終わります。あまりに頭の悪すぎる言葉を発した部長にイライラしつつも誰も擁護しないまま会議は終わった。だが俺は我慢できず席を立つとき言い返してやった。部長の采配能力もまだまだですね。はあ、今夜は徹夜かな。山田君、手伝おうか。僕もやりますよ。おお、友よ。周りの協力のおかげで仕事は思ったより早く終わり、日付が変わる頃には仕事は肩がついた。早く帰って寝たい。しかし、車が傾いて。パンクか？今朝出勤するときに何か踏んだんかな。助手席前輪に何も刺さっていないが微妙に切れ込みが入っている場所があり、埃で汚れたフェンダーに不自然な手形らしき跡。やられた。今日の部長とのいざこざ、そしてこの状況、タイミングが良すぎる。そう、あいつなんてことしやがる。どうするか。早く帰りたいのは山々なんだが、会社での出来事だし状況証拠しかない。一旦社屋に戻り警察に連絡。しかし会社とかで時々あるんですよね、こういうこと。思い当たる出来事とかあるんじゃないですか。一応被害届出します。ちょっと時間かかるけど。とまともに調べる気がない。そこで俺はある作戦を思いつきお願いした。面倒なのでやめときます。ところでお願いがあるのですが、サイレン鳴らして赤色灯を回しながら駐車場から出て行ってもらえませんか。ほう、なるほど、わかりました。やりましょう。これでよし。さてと、タイヤ交換するか。しんど。社屋の窓から数人がこちらを眺めていた。山田さん、何かあったの。いやー、なんか車にいたずらされてな。ちょっと警察の人に来てもらって。次の日、そのことは会社中の噂になっていた。部長は明らかに挙動不審で、朝礼の時もこちらをチラチラと見ているのが分かった。山田、昨日警察が来たみたいだけど何があったん。しらじらしい。参りましたよ、タイヤにいたずらされたですね。一応被害届出しときました。なんか車の写真とかボディの指紋とか撮ってましたけど、そのせいで寝不足ですよ。まさか部長じゃないですよね。それはそれで臨機応変すぎますもんね。いくらで被害届取り下げてもらえる。別にお金はいりませんよ。さだな、ちょうどバレンタインも近いし、板チョコってところが相場じゃないですか。大人の板チョコですよ。枚数間違えないでくださいよ。わかった。あと今後社のセキュリティ面に貢献しているという意味で、向こう数年のボーナスの査定 A ランクお願いしますね。それは無理だ、勘弁してくれ。無理じゃないでしょう。何せ万年 A ランクの方が目の前にいらっしゃる。必要ならそこから移せばいいんですよ。わかった。翌々日、ちょっと味見しますからそこで待っていてください。
美味しそうです。ありがとうございます。さてボーナスの日が待ち遠しい子です。ご視聴いただきありがとうございました。板チョコ美味しそうですね。一体何枚もらったんでしょうか。チョコが好きなので私もぜひいただきたいものです。それにしても大人の板チョコっていう単語が気になりますね。ビターなんですかね。皆さんはどう感じましたか。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またお金で解決することもあるんだなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。